全然ダメね。まだまだよ。ありがたいけど、今はまだ君が作ってくれた曲に負けちゃってるわ。それにあの子にも。映画の主人公、サックスを一から練習してボーカルとサックスを両立させた子。それにせっかく私にプロモーションしてほしいって言ってくれた映画研究部のみんなにもこんな姿は見せられないわ。もっと上達しなくちゃ。ねえ、練習量を増やしたいの。付き合ってくれる？おはよう。いくら朝が弱くても、君のモーニングコールとエマがいれば、私だってこの時間に来れるのよ。ええ、それにセツナも。今、二人はランニングに行ってるわ。ただいま、カリンちゃん。お、あなたも来てたの？おはよう。おはようございます。だって、カリンちゃんがこんなに頑張ってるところを見たら、私もやる気が出ちゃって。私も同じです。大好きなことに打ち込めるんですから、いくらでも早起きできちゃいますよ。ね、この調子なのよ。おはよう。おはよう。おはようございます。おはようございます。おはよう。おはよう。おはようございます。やっぱりいた。カリンたちだけ抜け駆けで朝練なんて許さないんだからね。アイさんたちもやる。そうです、パフォーマンスの精度を高めたいのは私たちも同じですから。着替えて特訓です。私たちって本当負けず嫌いの似た者同士ね。ええ、分かってる。気づいた？仕方ないわよ。君が言ったのよ。せっかくだからライブでサックスを持ってパフォーマンスしてみないって。大事な楽器をパフォーマンスにも取り入れようなんて。それはそうだけど。まったくもう君ってば。仕方ない子ね。緊張してるって言ってるのにさらにプレッシャーかけてくるんだから。私自分で言うのもなんだけど、今回はすごく努力したわ。それは同好会のみんなも同じくらい努力してたから。そして君が全力で作った挑戦的な曲を私に託してくれたから。映画研究部の作った映画みたいに全力で打ち込めたの。だから大丈夫、私はやれる。そうよね。違う私だったでしょ。ねえ、いつもよりたくさん頑張った私に
ご褒美をくれない？あら、私だってそういうところあるのよ。知らなかったみたいだからたっぷり教えてあげる。この間デートした島寿司のお店、また行きましょ。助かったわ。こんなに散らかしてたらまたエマを心配させちゃう。ダメよ、私がダメになっちゃうものって言いながら今日は君に頼っちゃってるんだけどね。半分貸して、私もやるわ。これは小さい頃の。もうそんな顔しないでよ。別に普通よ、普通。笑わないって約束するなら見せるけど。じゃあほら、これが昔の私よ。どれって一人しかいないでしょ。そんなびっくりしなくても。言葉を選んだわね。いいのよ、男の子みたいでしょ。私昔はずいぶんやんちゃだったのよ。島では一番だったんだから。遊び場が自然そのものだからね。そこで一番上手に遊べる子がみんなのリーダーになるのよ。懐かしいな。君には刺激が強いかもしれないけど、いい？あのね、気持ちいい。この間君に子供の頃の話をしたでしょ。なんだか懐かしくなっちゃってね。たまには童心に帰ってみるのもいいかなって思ったのよ。どうかしらね。仕方ないわね。私だって特別得意なわけじゃないわよ。島の子ならみんなこのくらい普通なの。小さな頃から遊んでるから。なるほど、あんまり考えたことなかったけど、確かにそうかもしれないわね。もちろん楽しいわよ。でも君ちょっと疲れてるみたいだから、もうちょっと後にしましょうか。私のことを騙そうとするなんて10年早いわよ。10年後、チャレンジし直しなさい。ちょっと浜辺を探検しましょうか。浜辺って面白いものが落ちてるのよ。生き物もたくさんいるから飽きないの。
今日の私はそういう私なの。さあ探検よ。島はいいところよ。どこもかしこも綺麗で、食べ物も美味しいし。でも、変わり映えのしない毎日で、変化が欲しかった。だと思うわ、きっと。確かにそうね。いろんなものを見てみたかったわ。私、テレビや雑誌で見るような島にはないキラキラした世界に憧れてたの。スタイルには自信があったから挑戦してみようって思って、メイクの練習をして精一杯大人ぶった写真を撮って、よく読んでた雑誌の読者モデルに応募したわ。説得は大変だったわよ。すっごい勉強したしね。もう、茶化さないの。次同じことしたらくすぐっちゃうわよ。まあいいわ。そういうことで私は冒険に飛び出したってわけよ。けど、まさかその冒険がスクールアイドル活動につながるなんて思いもしなかったわ。先が読めないからこそ君の助けが必要なのよ。だからこれからも私と一緒に冒険しましょうね。してただけ。ええ、よくわかったわね。そうなの？言ってくれれば見せるのに。君って本当。ううん、なんでもない。ねえ、だったら知ってるかしら？この雑誌の企画。話が早くて助かるわ。本当に読者なのね、君。読者モデルコンテストには誘ってもらってるの。このコンテスト、
実は島にいた頃から憧れてたのよ。だけど今は迷っちゃって。どうしてって、今は私スクールアイドルだもの。スクールアイドルに全力を出したいの。君、スクールアイドルの私が好きなんでしょ？だったらスクールアイドルに全力でいてって言ってくれないの？君、生意気なこと言うようになったわね。君が私を燃え上がらせてくれたからよ。決めたわ。私、読者モデルコンテストに出る。